こんにちは。地域ダントツ良縁保育生する会の山田です。今日も、またいろいろとお話ししていこうと思うんですけどもとです、ね、今回は、治療技術とマーケティング、まあ、新規集客とかですねそういうのどちらの方が大事なのかというお話をしていきたいと思います。でですね、そのお話の前にちょっと面白いアンケートがあって、まあ、医療情報研究所の方で取ったアンケートなんですけども治療院の先生たちにアンケートを取りました。まあ、今どんな悩みがあったりとか現状どうなのかという話を聞いた結果になるんですけどとですね、今医療情報研究所のお客さんの、ですね、大体8割が一人治療院です。それで、経営面と技術面どっちの方が困ってるんですかというアンケートを取りました。そうするとですね8割が経営面で困っているという答えが返ってきています。それと月間の売上っていうのを聞いたんですけどもとですねなんと月間の売上50万以下が6割なんですよね。で、その今の現状を打開するにあたって何をしていくべきかっていうですねアンケート結果なんですがまずは、新刊集客これが5割です。その後に2割がマーケティング、その後の2割が、リピートで最後なんと1割が技術なんですよね。で、医療情報研究所の方から先生たちに紹介しているのって結構技術の DVD が多いと思うんですけども今もしかするとそのマーケティング新刊の集客であったりとかリピートをどうやって増やしていくのかそういうところの方がもしかしたら話が聞きたいとか取り組みたいのかななんて思ったりしています。で、まあ、僕の方もさっき質問あったように質問ではなくて先生の方に質問を投げかけたように、まあ、技術治療技術なのかそれともマーケティングどっちが大事なんでしょうかということの、まあ、答えなんですけど、まあ、正直言うと、答えは僕の答えはマーケティングとセールスの方に力を入れた方がいいんじゃないかと思っています。前提条件としてですね治療技術がある程度あるという前提です。なかなか改善できない患者さんの改善ができないということであればまずは治療技術に力を入れていただいた方が、まあ、いいですよね。まあ、それはもう先生のご存知の通り分かっている通りだと思います。で、理由のお話しする前になんですけどまずマーケティングとセールスとは何ぞやということをちょっと定義しておこうかなと思います。で僕、いろいろあるので絶対に正解ではないんですけど僕がお話しするマーケティングとセールスということについてご理解いただければと思うんですがとマーケティングっていうのはお客さんを集めてくる、患者さんを集めてくるということです。で集めてくるっていうのは新規の患者さんであったりとかリピートしてもらうための患者さんを集めるとかあとは、来なくなった患者さん、休眠客ですね休眠客をどうやって集めるかでそれをどのように行っていくかっていう企画そこまでがマーケティングです。であとセールスっていうのは、集まってきた集客してきたお客さんに対して、商品サービスを、買ってもらう活動それがセールスです。治療院の先生たちで言えば LINE してくれた患者さんに、リピートしてもらうであるとか回数券を買ってもらうであるとか店頭で売ってる商品何かあるんであればそれを買ってもらうためのお話するとかそういうところがセールスにあたります。簡単に言うと商品サービス対面で商品サービスを買ってもらうというのが、サービスですね。で、話戻しますけども先生が患者さんにまず
納得してもらえている技術があるんであれば、マーケティングとセールスに力を入れた方がいいですねと。で、なんでかっていうと、先生の技術を提供できないじゃないですか。患者さんが来なければ。で、先生の持ってる価値を伝えるっていうのも、マーケティングとセールスの中に含まれているので、せっかく持ってる技術があるのに、世の中にちょっと知ってもらわないと、LINE してもらわないとどうしようもないですよね。で、ある程度技術があって、腕には自信があるっていうのであれば、本当にマーケティングとセールスに力を入れてもらった方がいいと思いますね。例えばよく職人型の人に、職業を使われている方が多いと思うんですけど、例えば料理人、コックさんであったりとか美容師さん、もうちょっと治療院の形態に似てるかなと思うんですけど、ある程度、修行して、その後独立で、店舗構えた場合が、お客さんは来ないで、腕、美味しい料理提供してるのにであるとか、いいカット、かっこいいカットや、かわいいカットできるのに、なんでお客さんが来ないのと、細々とやっている、自利品とまではいかないまでも、もっと分かってくれて、患者さんとかお客さんとかが、来るべきなんだろうと思っている方多いんじゃないですかね。先生はどうなんでしょうかね。で、もし先生がそういう傾向があるのであれば、ぜひ腕に自信があるというのであれば、ぜひね、集客して LINE してもらって、で、さらに価値を伝えていくっていう、そのマーケティングとセールスの、部分に力を入れてもらった方がいいですよね。そうでないと、いつまでたっても先生の価値が患者さんに伝わらないんで、地域の。なので、もっともっと新規のお客さんを集めて、先生の価値を伝えていくっていうことに力を入れてもらえればと思っております。そうですね。で、今新規の集客が力入れるなら、マーケティングに力入れるならどこなんだということでアンケートを取った結果、新規の集客が5割ということなので、そういうことであれば、新規であれば、今であればどうですね、どうでしょうかね。ホームページがある程度出来上がっているのであれば、それをインターネットで広告する、もしくはちょっとお金をかけられないなということであれば、MEO 対策といって、と先生の地域プラス整体院などで調べた時に、上位に Google マップが先生の院が来るようにするっていう対策があるんですけど、そういうのも有効ですね。あとはやっぱりアナログですけど、チラシはまだまだ効果はあると思います。あると思いますというか、僕が今お付き合いさせていただいている一人治療院の先生なんですけど、普通にチラシ巻いて、5人から10人ぐらいは、先週そうですね、5人から10人ぐらいは、来てるので、値段もね、初診5000円というオファーで、それぐらい来てるので、まずまずではないかなと思ってます。で、一番簡単にできると思うんですね、チラシっていうのは。自分で手書きで作ることもできるでしょうし、ちょっと頼めばイラストを作れる人とか、そういう人に頼めばすぐにできますし、先生がパソコンを持ってるのであれば、そうですね、1日2日あれば作れるんじゃないでしょうかね。で、新刊によりは、新規集客、新刊集客ということであれば、今挙げた3つぐらいが、おすすめです。で、あとは、セールス、問診のところで、リピートにつなげるための、やり方っていうのもあるんですけど、ちょっと詳しく話す と、 ちょっと長くなってしまうんで、概要欄に、今回、チラシの集客の方法と、問診、そうですね、
カウンセリングの方法を詳しく説明している先生のリンク貼ってますので、まあ、一度、まあ、興味があればお試しされたらどうかなと思っています。で特にチラシの新規集客の教材に関しては本当に実際に、集客新、まあ、習慣できた患者さんが集まったチラシの、まあ、テンプレートがついているのでそれを真似して先生のところの院の特徴などを付け加えて、送るだけなんで比較的簡単にできるんじゃないかなと思います。それもチラシが多分20枚ぐらいそこまでついてないかな10枚以上ついてるのでそれは非常に使いやすいんじゃないかなと思ってます。まあ返金保証もあるんで、まあ、一度お試しされてはいかがかなと思っています。そうですね今回のマーケティングとなのか治療技術なのかっていうことなどであれば、まあ、結論治療技術があって患者さんを満足させられているのであればもっともっと、新規集客してリピートしてもらうためにマーケティングとセールスを学んでいってもらえばいいかなと思っております。はい、どうですかね。雨ちょっと梅雨入りしてきたんですけど患者さんの入りはどうですか。落ちてきてたりしないですか。まあ、こんな時期でもちゃんと集客しているところには、まあ、来てるでしょうし、あ、そうなんですよね。繁盛しているところにやっぱりお客さんは集まるみたいですね。この緊急事態宣言の中でも僕はラーメンとかカレーをの食べ歩きをしてるんですけど人気店は行列できてますね。まずちょっと街中歩いてると休業してたりとかまず残念ながら閉店してしまってるお店はあるんですけど人気店には並んでるし満員だし、まあ、評判が評判を呼んでるという感じです。ぜひそういう院を先生にも目指してもらいたいなと思っておりますので今後もいろいろと情報提供していきます。